実は明日経済財政諮問会議の、はい、会合が開かれるんですけれども、うん、そこで民間議員の皆さんがですね、うん、安倍総理の、うん、女性の働き方に中立的な税制、うんうん、社会保障制度を考えてくださいっていう注文に対して、これ確か3月に言ったんですけれども、回答が出てきます。で、その回答の内容っていうのが、アホかっていう回答が出てくるんですよ。一つ目、まず税制改革、配偶者控除廃止、で、妻の年収、夫の年収に関わらず一定額にして、配偶者控除、つまり専業主婦だからといって、控除を引くのはやめますって言ってるんです。で、これのね、理屈付けはどういうことかっていうと、その専業主婦を持っている夫だけ、配偶者控除を、受けるのは不公平だと。で、そういうことをしているから、女性が社会に出ないと。配偶者控除の、税金減っていうか減税分が欲しくて、みんな103万円までしか働かないんだから、この壁を取っ払えっていうのが、民間議員の主張なんですね。でも私は頭悪いんじゃないかなって思うんです。で、それはなんでかっていうとですね、その働き方に関わらず、税負担が変わらないようにしなさいっていうんですけれども、実は今の日本の税制っていうのは、実は共稼ぎっていうのをものすごく優遇してるんですよ。で、どういうことかっていうとね、例えば、まあ、そんなにたくさんはないぞっていう計算がめんどくさいんで、とりあえず世帯で1000万円稼ぐとします。そうすると、働き方っていうのはいろいろあるわけですよ。夫だけが1000万円稼ぐ。妻だけが1000万円稼ぐ。夫800万、妻200万とか、いろんな働き方のパターンがあるんですね。で、今の税制で、所得税の負担がどうなるかっていうことなんですけれども、まず夫だけが全部稼いで、妻は専業主婦、ここに配偶者控除を適用したとしても、世帯の所得税は69万6千円になるんです。男性だけが働いた場合は、その世帯は69万円。で、夫が800万円、妻200万円。これは妻800万円とも同じですけれども、その場合は49万7千円。所得税、まあ20万ぐらい減るわけですね。で、夫500万、妻500万、この場合はですね、27万8000円になるっていうのが今の税制なんです。ああ、なるほど。現行の税制でこうなるんですね。2人で同じぐらい働ければ一番税金が減る。で、なんでこんなことが起こるかっていうと、日本の所得税は累進課税っていうのになってるので、片方がいっぱい稼ぐと、高い税率がバーンとぶつかってきちゃうんですよ。500にかける税金のダブルってことなんですね。500と500とね。そうかそうか。だからその方が、だから今でもね、その夫婦で半分ずつ稼ぐのが一番有利なので、専業主婦世帯っていうのはもうここのとこものすごい勢いで減ってきてるわけですよ。で、今専業主婦になった場合の税金は今が一番高いのね。もうすでに一番高いです。一番高いのね。で、ここで配偶者控除をなくすとどうなるかっていうとですね、税負担が今の69万6千円から77万2千円に上がるんです。つまり7万6千円も増税になるんですよ。専業主婦世帯だけが。旦那だけが稼いでるうちに。でね、私は、断っておきますけど、私は女は働くべきだと思っています。社会との接点ができるし、そっちの方がいいと思うし、特に高学歴の女性は働かなくちゃいけないなって私は思ってるんですね。それはなんでかっていうと、大学だって、文部科学省の補助金が出てるんですよ。私学でも私学助成っていうのが出てるので、みんなの税金で勉強させてもらった以上、それを社会に還元する、私は義務があると思うんですが、強制的に首に縄つけて労働市場に引っ張り出すっていうのは、私は反対なんですね。で、なんで反対かっていうと、それぞれの家にそれぞれの事情があってですね、介護しなきゃいけないとか、なんかこう、家からどうしてもこう出してもらえない、まあ、怖いお姑さんがいるとか、まあ、なんかいろいろぐちゃぐちゃした旦那の考え方だってありますよ、まあ、ありますよね、うんうん、でそういういろんな事情があるので、うん、その税金かかるから、うん、出ていくっていうふうには必ずしもならないんですよ。でやっぱりその夫婦でどういう分担を、今の税制はこの税金のかけ方は税金かけりゃ出てくるだろうと、はい、控除がないから、はいはい出てくるだろうと、はい、専業主婦の人もう働きに出るだろうという税制を組んだってことね。あ、そうそう、うん、それでね、うん、私はそういうふうに税制で、うん、ただでさえ不利な専業主婦世帯をもっと不利にして、うん、胸引っ張り出すっていう力ずくのやり方っていうのはよくないんだと思うんです。で、なんかいつも北風系ね、太陽と北風で言えば政府のやり方って、例えば高齢者を病院があまりに多いっていう時には病棟を減らしてなるべく家に戻そうっていうやり方とか、それから介護保険の問題とかもそうだけれども、厳しくすればもう一つの方に行くだろうっていう考え方だけど、もっとつまり働く現場を心地よいところにするとか、なんていうんですかね、環境を良くするっていうことで働くこと、それから子供を預ける場所を作るとか、うん、そっちでしょうって思う、うん、おっしゃる通りです。太陽を作りなさいよって思うんだけど、そうありましたね、意見が。いや、あっちゃったね。何年ぶりに意見があったんですかね。いや、本当嬉しい。いや、本当嬉しいんですけど、もう一つですね、こっちは確実じゃないんですけど、はい、多分明日のその報告で出てくるのがですね、うん、この社会保障、年金とか、うん、健康保険についても、うん、これ制度を変えて女性の就労を促進する方向に向かわせるっていうんですけど、うん、今はね、うん、ニュートラルなんです、うん、例えば厚生年金の保険料っていうのは、うん、年収の何%っていう形でかかるので、うんはい、どういう分担で働こうと、うん、世帯の収入が一緒だったら、うん、社会保険料は一緒なんですけど、うん、これを変えようって言ってるんですよ、うん、で一つはね、うん、その厚生年金の保険料に累進課税を導入しようと、アホかっていう話なんです、なんだってだからこう収入給料が高い人ほど厚生年金保険料の両立が高くなっていくっていう仕組みなんですけど、アホかって私は思うんですね。なんでかっていうと、年金っていうのは実は払うときは年収比例なんで格差が大きいんですけど、もらうときは格差が小さくなるんですよ。いっぱい保険料払ってた、2倍保険料払っても2倍は戻ってこない仕組みになってるんです。でそれはみんなで老後を支え合いましょうっていう、そこにもう所得再分配の機能が入ってんだから、そこで保険料でまたやってどうするんだっていうのと、そうするとこれますます専業主婦世帯っていうか片稼ぎが不利になるんですよ。保険料も累進課税になっちゃうから。でさらにですね、これが入るかどうかは微妙なんですけれども、専業主婦世帯は別途、保険料を取ると月3000円ぐらい保険料を取ろうっていう議論がもう出てきていて、何保険料、厚生年金の保険料を取るっていうんですけど、専業主婦は働いてないんで収入がないんですけど、なんか専業主婦をそんなに敵に回してどうするんだろう。いやいや、だからね、これもうなんかほとんど専業主婦いじめに徹するようなことをしていて、でそれが女性が輝く社会っていうのかっていうのがですね、もう稲川さんいいわ。これ少子高齢化が進んできて労働力人口が不足するのを女性で補おうというような考え方のもとの一つの柱です。でもう一つの柱は、この女性を働きやすくするような環境整備をする、例えば保育所を充実させるとかですね、快適な職場を作るっていうのにお金がかかるわけですよ、そうするとこう財政負担が出ちゃうと、逆にこうやって専業主婦いじめをする分にはお金をかけずに専業主婦いじめしとければ外に女がうじうじと出てくるという、出てくるし、その人たちが出てこないやつには税金を課すと、で出てくれば所得税を課すと、どっちにこけても政府は儲かるっていう、このね、せこいそう、あざとい発想が私はいかがなものかって思いますけれどもね。金のことしか考えてないのね。あ、だからね、私は安倍総理の言った女性の働き方に中立的な税制社会保障制度っていうのをねじ曲げて、私は誤解したっていうより曲解したんじゃないかなっていうふうに。誰が考えたんですかこれ。これ民間議員が考えたんです。民間議員、経済財政諮問会議って民間議員っていうのが結局男が考えてんじゃん、うん、そういうことでしょ。女の人もどうだったかな、あ、男かなでもあれだよね、今日の新聞にはあれだよね、太田さん、保険料を払ってない人、国民健康保険料をですね、強制的に徴収する。強制的に徴収、どうしたらやったら、その人の入ってる生命保険を差し押さえるって、おいおい、生命保険が担保、生命保険をなんで担保にするんだよっていうのは、だからね、ほとんどね、政府が町金化しているっていうか、もう、なにわ金融道の世界になってきてんじゃないかなっていう。